来てよかったね。ここに入って取って手では取れんやろ。わすごいね、こら感動やわ。ライトの滝です。どうですか先生、どんな気持ちですか？どんな気持ちですか？なんかずっといた。気持ちいいわ。オーラが現れる感じ。あ、確かに。また空気がうまい。すごい。涼しい。涼しいね。この先に行かれたい。それは思わんな。痛いかな。結構重いやろね。あれだけの落下があるけ、ドーってくるやろね。滝の周りにね、小さな精霊たちがいっぱい見える、さすが先生。言うことがちゃいますね。おかしな人って思われる。なんかちょっとした観光地やね。観光スポット。ほんと、ネットに乗ってた。エネルギーもらえる。あ、ここまでも来る価値あるね。ねえ、気持ちいいよ。僕のサムネイル、これかな。もうちょっと目をかっそうそうそう、こういう感じ。喋らんと喋らんと、何を喋るの。仕方ないな、風景に。あとこの看板が風情があるね。ね。マスクせん方がいいわ。じゃあ見納めですよ。涼しい。涼しい。めっちゃ涼しい。わあ、すごい、オーラが洗浄される。あの霊ってここから入ってくるから、ここを封印とかなんて、窓口もいいやろね。車がないと来れないんですね。そうね、バスが出てない。あ、出てる。あ、そこそこ下の方にいたね。バス停が。うん、あの、なんだっけ、
CO2 じゃなくない。マイナスじゃない。それは人工的には作れんな。水も生きた水や。すごいパワースポット。うん。確かに。ここはまさにこう、うん、現れるって感じ、うんうん。浄化。浄化される。はい、正解です。気持ちいいよね。いやいや。すごい足冷たくなってる。あの下で疲れやすいとこがあったよ。タオルを全然持ってきてない。ああ、あれ？どっから降りるんだ？これでさ、お風呂にお水溜めたら1分もかからないよね。すごい量やね。この水を飲めそうやな。駐車場代がただっていうのがそうね。あ、じゃあサンダルで行くときから使いたい。